おお、さっきまで準備してたステージがもう完成してるんだぞ。そこの君たち、ここはもうすぐ VDC のリハーサルが始まるんだ。関係者以外は立ち入り禁止だよ。さあ帰った帰った。そこのジャガイモと獣はうちの関係者よ。関係者パスを下げているでしょ。あなたはビル・シェーンハイド。これは失礼しました。最後に登場とはいいご身分じゃない、マネージャー。文化祭の空気は味わえたかい。会場の外、当日券にすげえ人が並んでるんだぞ。本当か？盛り上がりそうで嬉しいな。カメラの台数や報道関係者もかなりの数だ。やはりビル先輩やネージュが出場するからだろうな。そうだ、エース、デュース、エペル、リドルやジャックが本番で失敗したら締めてやるって言ってたんだぞ。プレッシャーをかけないでくれ。僕も緊張してきた。これからリハで本番まではあと3時間もあるじゃん。今から緊張してどうすんだよ。そうよ、本番でミスをしないためにリハーサルがあるの。 VDC は毎年開催地になった学校のチームがトップバッターで出演することが決まってる。私たち以外が全員ジャガイモに見えるくらいのパフォーマンスを見せてやろうじゃない。ああ、 B 君？やっぱり B 君だ。ネージュ、久しぶりだね。元気にしていた？今年のボーカル&ダンスチャンピオンシップ、 B 君が出るってニュースで知って、会えるの楽しみにしてたんだ。あれがネージュ・デュバンシェ。さすがお茶の間の人気者。身振り手振りも喋り方もあざと。しかし顔立ちは整っているが、シェーンハイド先輩に初めて会った時ほど強烈なオーラを感じないというか。確かにあんまりギラギラ派手な感じはしねえな。彼の笑顔はビルとはまた違った野に咲く小さな花のような素朴な美を感じるね。ああいう人畜無害そうな顔をしている奴ほど裏ではとんでもない性悪だったりするんだ。芸能人なんてそんなものだろ。それおめえが言うか。前の映画の撮影以来、お仕事現場であんまり B 君にも会えなくなって、寂しかったよ。今は学業に専念するために撮影期間が長い映像作品のオファーはあまり受けていないの。そうだったんだね。でも今日はまた B 君の歌が聴けそうで嬉しいよ。僕 B 君の歌声かっこよくて大好きだから。僕たちが初共演したのも学園もののミュージカルドラマだったよね。そうね、あんたが主役で、私はあんたをいじめる生徒の役だった。ハマり役だったわ。あんたも、あたしも。ナイトレーブンカレッジの代表選手の皆さん、リハーサルのお時間です。スタンバイお願いします。今行くわ。それじゃあね、エイジュ。うん、ビー君たちのパフォーマンス楽しみにしてる。能天気に笑っていられるのも今のうちよ。完璧なパフォーマンスで完膚なきまでに叩き潰してあげる。